はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで1週間始まりまして、近所の小学校で入学式とかやってて、学生のみんなは入学式で学校が始まったわけでございますね。おめでとうございます。ということで今日は火曜日なんですけれども、新商品スパイの日なのでローソンさんで買ってきました。ててててて、れー、山吉ポテトチップスキャビア味。キャビアは、なんかこれマツコの知らない世界で生臭いとかまずいとか言ってたポテチなんですけど、面白そうなので今日は食べてみたいと思います。うわー、なんかね、なんかこれどうなの、うわん、ぬ、ぬ、こんな感じです。すごい黒いです。中こんなんです。うん、なんか今一瞬なんかおかしかった気がするけど、なんか別にそんな生臭いとかないけどな。なんか海苔塩味の海苔じゃなくて、なんかそんな感じの味だ。うん、バロエ&カルピス。あー、この果肉の感じ、アロエー、俺のイタリアンクワトロフロマッジ。なんかクワトロフロマッジっていう4種のチーズを使ったピザの味が唐揚げくんになっているみたいです。見た目は普通の唐揚げくん。うん、プロマッジ。うん、ほんのり香ばしいチーズの味がします。クワトロフロマッジ、キャビアオンクワトロフロマッジ。うん、うちはそんなに言われてるほど生臭さを感じないですね。人によるんじゃないかな。結構生臭いもの嫌いな人とか、まあ、お魚とかあんま食べない人にはちょっと生臭いのかもしれないです。味は普通に美味しいポテトチップスです。ということで今日はこのね、マツコさんがちょっと美味しくないと言ったキャビアポテチの紹介でした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はローソンさんから発売の山吉ポテトチップスキャビア味の紹介でした。うちはそこまで生臭さを感じなかったです。多分個人差がすごいあるんだと思います。生臭い人は生臭いって思うんだと思います。マツコデラックスさんがすごい美味しくないと言ってすごい話題になってるみたいなので、気になる人はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイキャビア。どっちもこれ本物食べたことないんだけどね。